皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。スタートです。お、オープニングからですね、 今回初ですよね。これが初めてのオープニング。なんかおしゃれだなぁ。なんか絵本のような感じもするし。 なんかすごい可愛らしい。これが奥さんか。多分。今回奥さん登場かななんかちょいちょいおシャンティーな感じになりますね <laughs>。 スパイファミリーにはですね。もじゃもじゃ <laughs>。ええー、無理がある、無理がある。この母やだよね。ちょっとおばちゃん風味な <laughs>。 うん。名門校だしな。名門校って、やっぱり、両親揃ってないとダメってことなのミッション2、妻役を確保せよ。大丈夫か、市役所。 も喜ぶって職場にいるの？天然。 すごい美人。市役所で働いてるうん。えどういうことえ、何その世界観。受けないよ。 えなにそれええー、怪しまれんのマジか。優しくない世界だな。うわ、にその嫌み。やだ、怖い。女性が多い職場とか怖いよね。 弟いるんだ。う <laughs> 本当の弟だよね。なんか、疑っちゃう。有利。 苦し紛れの。ヒクヒクしてる。ああ大丈夫かバレちゃうよ。おおき、気遣ってくれるのは嬉しいけど。追い詰めないで。 ー店長。 これは裏の顔ですなえそんなに性格変わるの?「売国クソ野郎 <laughs>」「殺し屋か?」女性一人だとやっぱり油断すんのかな まあ、色っぽい美しい殺し屋茨姫ああやっぱりええー、弟知ってんの幼少の頃からどういうかっかけ ええー、仕事用の服と分けてそれはさすがに。痛い痛い。痛い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 。あ、なんか私にもぐさぐさ刺さる。お片付けね。可愛く言ったね。うん。お片付けには間違いないかも。あー。 これかー、市役所のは。<laughs> そんなことないから。うん。<laughs> かわいいか。好きだね、その番組。 ああ、いるんだ。ああ。なんなの、その密告ブーム。 か名門校だからねマナーとかなんか厳しいのかないろいろ違う違う <laughs> それは今までのなんか過去にかけしてんのかなアニア 女性探しを街中でもああそれで来たんだなるほどそれでビックッとしたんだ夜プライヤ うーん。弟は、畑の人間 うーんあーそっかそっか奥さんいると思ったのね <laughs> ちょっと怖いこと言うあーワクワクすんのかい まあ、普通に暮らしてたらお目にかかれないよね。あ <laughs> あれこれはキューピットになる。なんか始まった <laughs> 嘘だけどねさ殺,殺されないって一般の人は殺しませんいやわかんないけどこれよくあるやつよくあるかどうか知らんけど彼氏のふりをしてくださいみたいな。 うーん。結婚してくださいってあー、そこを言うんだ。な、契約結婚みたい。う <laughs> んうん。 嘘つきだねあ今回はちゃんと一人じゃなくて下さ呼ぶんだ。 ケロ？ああ、今の何？情報。なるほど。あらららら。 あ、そういういこと借 <laughs> り出されちゃった <laughs> えー、発明もするんだ 結構ギリギリに行くつもりまさか <laughs>、こんなことしてるなんて思わないよね。頑張れ、フランキー。計算すんのいいんだけどさ。早っえ、な、ええー。 わあ。本当に大丈夫なああそれちょっと結婚指輪用に。ええー、大丈夫だった鼻水出ちゃった。 時間過ぎちゃったんだ場所は伝えてあるのかないや嫌な感じあ、これは後から来て え何このいい男ってなるパターンかな弟のあ言ってた人か聞いてみるって。 ああ。なるほど。ここはカップルなんだ。ちょ、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 ちょ。どうどうどう。ダメだよ。変なこと考えちゃう。 れが普通なら私も普通じゃないな。いやー、やだなー、この女さんに。あんまり言いたくないけど。ほら、来た。ちょっと、ええー、ち、違うえ、ええー、ちょ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 。夫って言っちゃったけど。 うん。そっかそっか。あ、あうまいな、嘘が。うまいか ああ。ええー。それ自分にかかるんじゃん。あプロの、プロの。すごっ。自業自得です。今足、大丈夫見えなかった下着。ナイスだったけど。 自分と重ねてるうーんこれは何か惚れたえなになに また何か追いかけられてんのあさっきのこれは奥さんにもあーそっかそっか追ってきたってことか <laughs> いやいやいや無理ないそれ。 だいぶ無理が。ああ、天然だもんね。ある意味ぴったりかも。これ、お互いにバレないでやり、あの、生活していくっていうか。いや、患者さんじゃないね。 なんだそれわかってるよ。フィクションならわかってます。<laughs> ナイスコンビ。つい出ちゃったって。治療 <laughs> うわあ。いやあ、そろそろ、おかしいって気づいて。そんなタイミングであ、ズベシって言った。 え、スパイだって思われるのかえそこは <laughs> うんうんなるほどまあロイドさんにとってもいい話ではあるよね あー。指輪あの指輪に、発信機ついてたんじゃないの <laughs> <laughs> あらー、なんだっけこれ。ちょ、リングが あ、今回エンディングないんですね。次回予告お母さんやってきた。十、ミッション3、十件。あー、見えなかった。<laughs> はい。えっ、ー、と、スパイファミリーの2は見終わりました。なるほどね。なんかあれ、なんかの映画でも見たことあるのに気のせいあのー、 なんだっけ手榴弾のリングを指輪にするやつ。気のせいかなえーなんかでも二人らしいといえば二人らしいですね。あの、プロポーズというか、結婚指輪を渡すみたいなね、シーンがね。あれでときめいていいものなんだろうか。<laughs> うん。まあ、人によるか。なんか、天然なのかな本当に。ヨルさん。なんか面白い性格してますね。なるほどねー。 そういう感じなんだ。なんか、ちょろっと殺し屋なのかなみたいな情報は前に見てた気がしたから、なんか本当にバリバリの殺し屋で演じてるのかなって思ってたんですけど、あの、完全になんかあれなんですね。仕事モードでふって切り替わるみたいな。そんな感じなんですね。もともとはなんか、ふわーっとしてる感じの女性なんですね。なんかそ、ちょっとそれが意外でしたね。なんかもともとちょっとこう、 クール系というか、なんかちょっと冷たい美人的な感じなのかなと思ったら全然違って、すごい夜さんが可愛くて。えー、これからなんかこの、アーニャ含めてどういう感じで家庭を築いていくのか楽しみですね。あの、ミッションも含めてね。という感じで、えー、にはご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。